じゃこんにちは、ゆたかさん、はい、気づいたら今年あれよあれよという間に失策1位になってしまいました。毎年やんな阪神だろ、はい、あの、うん、今年 DeNA がエラー多いなというふうに話していたんですか、はい、まあ、あの DeNA は見えないエラーがたくさんあるから、はい、あその他にも本当多いぞもうね、これ語らせたら1日かかるぞ明日の朝までになっちゃう。もう本当に多い。ちょっとそれはそれで問題ですけれどもね、はい、で現在目に見えている数で現れている失策、はい、これ、5月の14日時点になるんですけれども、はい、阪神が24で、それを追っかける DeNA は22ということで、まあ、広島は10で少ないです、断トツに。ここに来て阪神がエラーがトトトトトと増えてきました。で中でも今阪神の佐藤輝明選手、そして木浪選手、 DeNA の牧選手が失策6で、ワーストで並んでおります。で中野選手は3というところで、ちょっと木浪選手も今シーズンエラーがちょっと多いのかなっていうふうな、まあ、そうだな、はい、まあ、だけどこの前の豊橋のはちょっと跳ねてるもんな、はい、まあ、あの入れるな、まあ、でもあのぐらいはこうね、うん、まあ、さばいてほしいっていうのがもう見方だけども、そうですね、でもなかなかな、弾くっていうのは想定してないからね。まあそうですね、角度が変わると、ね、イレギュラーはね、そうですよね。まあでもそれを頭に入れながらある程度疑いながら取りに行かないとな、そうですっていうのもある、うん、それがやっぱりあの例えば失点につながってしまうようなことにっていう。いやだから結局ね、そのエラーが増えてる、ね、エラーが目立ちますねっていうのはイコール失点につながってるっていうことで、そうなんです、ね、だからそこまでやっぱ阪神のピッチャーも人をかばうほど余裕がないっていうことで、そうですよね、うん、だからまあそれもしょうがないよね。あの特に村上投手の時にやっぱり非常にエラーが多いと、はい、まあ、打たして取るで低めに制球されてるからぐらいアウトがないという、そうか、まあ、飛んでくる確率が高いとかね。なるほど、まあまあ、だからもうしょうがないよな、これは。そうです、そしたらもうエラーしてほしくなかったら三振取れみたいな。いやそんな感じになっちゃう。あ、 そんな感じになるけども、まあまあこれはもう仕方ないよね。そうか、ただやっぱりあの村上選手のその豊橋での中日戦なんかは、はい、やっぱりあの2対1で勝ってる場面での佐藤輝明選手の坂本選手からのサードへのあの送球っていうところからの逆転だったりとか、ちょっとピッチャーも、まあ、そうだな、だからね、まあ、なんていうんだろう、意表をつかれるエラー、はい、え、なんで落とすのみたいな、はい、ああいう風になるとやっぱショックでかいな、ピッチャーは。まあ、例えば難しいボールを取りに行ってて、はい、ああ弾いたとか、うん、そうなってくると、ああちょっと仕方ないかなっていう納得の部分っていうのがあって、うん、まあ投げるから抑えるんだろうけども、え、なんでみたいなのがあると危険度は高くなるよね。非常にそうですよね、ピッチャーの精神面も崩れるし、まあまあそうだね、やっぱり失点につながると、うん、あとはみんなの精神状態が悪くなる特に監督なんかは見ててそうだったでしょう。まあまあそうだな、あとは例えば三塁からの大山選手の送球がそれるとか、はい、とか、まあ、それは例えばショートだったりとかサードだったりとか、その送球のミスっていうのも、まあ、ちらほらあるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、送球のミスはね、まあ、ある程度改善されたんだけどな、うんうん、それはあの中野がセカンドに行くことによって、はい、投げる距離が短くなったからね、うん、まあ、それはある程度の改善はあったんだけども、うん、まあ、サトテルがね、はい、まあ、ちょっとそれるとか、うん、まあ、木浪がちょっと状態があんまり良くないとか、はい、まあ、そういうのでそれるとか、うん、まあ、そういうのはあるよね。まあ、なんかサトテル選手はそもそもやっぱり守備っていうのが、まあ、課題っていうのがあった選手だとしても、木浪選手がこのエラー数っていうのがちょっと今年どうしたんだろうっていうのがやっぱ不思議なんですけど、やっぱりね、まあ、実質木浪も2年目だよね、はい、レギュラーとして、うん、そしたらね、やっぱ蓄積疲労っていうのはあるよ、去年の、うん、まあ、ピッチャーじゃないけども、うん、去年こうやり遂げたその達成感を味わって、去年もね、楽ではなかったと思うんだよ、しんどかったと思うんだよ、守ってて、うんうんうん、今日も試合かみたいな、よし頑張ろうみたいな、ほんでなんとか乗り切ってきて、で今年また始まった、またこの1年をやらなきゃいけないのか、これがレギュラーだから。そうですね、だからこれを乗り越えて初めてレギュラーだから、1年じゃダメだって球団が言うのは、はい、そういうことなんだよ。2年3年ってレギュラー続けて初めて一人前なんだよ、うん、
だからキラミ頑張るって思うのはやっぱここ越えないとダメだよって、うん、やっぱね楽に越えてきた人っていないから、うん、この1年目をですね。だからそういう意味では非常にいい壁に当たってるし、これからだろうな、頑張らなきゃいけないのは、うん、ここで取って変わって小畑が出てくるようでは、はい、これはもう昨年の1年が何のための1年だったかなって思い出すよ、うん、先に行った時に、うん、いやここを踏ん張りきれないとさ、レギュラーとしてやりきれないとダメだという、うん、なのでやっぱり今シーズンはやっぱりね、序盤からやっぱりこう小畑選手が木浪選手に代わってショートでスタメンっていうのも去年よりかちょっとここまで多いのかなと。まあそのバッティングの状態とかも、はい、まあ、守備の状態とかも、うん、去年ほど良くはないからね、うん、だからまあその代わって出るっていうのは仕方ないかもわからないけども、うん、やっぱ最後までそういう苦しさに向き合って、はい、頑張り切って乗り越えていかないと、まあ、来シーズンはないよっていうような感じ。今年のこのここまでのエラーっていうのはどういうふうに、まあ、エラーはある程度仕方ないっていうふうに岡田監督は寛大に考えてるはずなんだよ、うん、で、まあ、そのくせゲッツーとかもね、はい、やっぱ取ってるし、うん、しっかりね、だからまあそうだな、数っていうのは減らないだろうけども、はい、それが失点にならなきゃいいなっていうことなんだよね。そうですね、うん、失点に結びつかなきゃいいなっていう、ただ意外性のあるみたいな、そうなんです、エラーがあるとやっぱちょっと歯車狂っちゃうからね。そうなんですよね、難しいって思うんだよ、うんうん、取りに行ってね、ああやっちゃったか、まあこれはもうしょうがないかみたいな、うんうん、あ記録、ああエラーになっちゃったなみたいな、うん、まあ、これもしょうがない、うん、ね、次もうみんなで取り戻せみたいな、もうよしみたいな、それは困るわ。あの思わず腰が浮いちゃう、こうなっちゃうような、そうですよね。それは困る。だからそんな突拍子もないっていうのは、その木浪が、まあ、3つやった試合があるけども、はい、あれなんかもう体がね硬直して動かなくなってたよね、うん、だからまああれはもう仕方ないとしても、うん、やっぱ突拍子もないようなことはしないようにしとかないとね。そうですよね。それ以外のエラーっていうのは人間がやることだからさ、うん、それはやっぱ起きるよ、起きることだよ。例えばカーブって本当に守備いいじゃないですか。カーブ、はい、うん、で今年もやっぱりエラー10ってあの6チーム中一番少ないんですけど、これ何の練習をすればこうなるんですか。みんながみんなカーブみたいな練習をすれば。違う違う、新井監督がうまい順で使ってるから守備の、うん、だって菊池を使い、矢野を使い、やっぱうまいもんね。これどういうふうにしてうまい選手を育てていくんですか。もともとうまい、でも打たないといけないし、うんうん、木浪だって下手じゃないよ。はい、そうですよね、もう中野だって下手だよ、うん、佐藤輝明は下手だよ、うんうん、まだね、まだまだまだね、まあ、だけど意識は高いと思うよ。練習方法、例えばキャンプとか日頃の何か、例えばカーブとかエラーが少ない内野っていうのはどういう練習方法をしているの。いやいや、そりゃさ、エラー多かったんだから。あ、そうなんですか。広島は。あ、そうなんですね。もうエラーって言ったらもう代名詞高橋よしひこだ。え、意外、カーブってすごい守備いい。いやいや、守備はそう、決していいと思わなかったよ。じゃあ、あの例えばただグラウンドの状況が悪かった。それは吉彦さんってずっと人工芝だったらそんなエラーしなかったよ、はい、でも広島市民球場っていう、もうね本当に俺も嫌だったけど、そういうとこでやっぱショートやるって大変だったと思うよ。そっか、グラウンドの、うん、いやだからその中でエラーが増えていったっていうのはもうこれは仕方ないと思うよ、うんうん、で松田になって、はい、ね、今まあ、守りにくいグラウンドだけども、うん、でもその中でゴールデングラブ取る菊池がいたり、はい、で矢野っていうスペシャリストが生まれたりだとか、うんうん、だからそういう選手を取ってきてるもんね。あ、そういうことで、まあ、そこそこうまい小園がサードを回ってて、うんうんうん、まあ、そうなってくるとうまいよ。そうですね、だからやっぱり失策が10ですもんね、うん、でもまあどこもそうだけど、うん、まあ、DeNA の時に言ったけど、うん、まあ、見えないエラーっていうのはねどの球団でもあるし、うん、まあ、それもやっぱりカープは見てると少ないよね、うん、しっかり守れてるよね、うん、そうかそうか、うん、いやだからどうして広島だけやっぱりこんなに10で少ないのかなっていうのも疑問で、ね、多いところはその倍失策してると、で何が違うんだろうっていうのを単純に思ってたんですけどね。やっぱ動ける人が守ってるっていう。ああ、そうですね、う
何を、いや、そうだな、いや、いや、そうで動ける人ってそうだよな、やっぱ動けない人が無理してドタドタ動いてるとやっぱエラーにつながったりとかするよね。確かにやっぱりその適正二遊間とか内野手の本当に守備のスペシャリストがやっぱ揃ってればエラーは確かに少ないですね。いや、絶対少ないはずだよ。確かに、ま、それといい見本がいるということだよね。そうです、やっぱこう菊池を見て育つとさ、はい、やっぱああいう風になりたいと思うし、はい、何がいいのかなって、ね、目で盗んだりとかね、うん、まあそういうこともあるし、うんうん、でやっぱグラウンドにもあるよね、甲子園という土のグラウンドでね、うん、松田も難しいとは思うけど、うん、いやだけど人工芝、ドーム球場で人工芝、うん、こんなところでエラーするのは考えられないよね。ね、いやいや本当に、うん、確かに、だから、まあ、そういう条件も含めて、あ、そうか、まあ、考えてみても広島うまいし、うんうん、で阪神はやっぱこう辛い思いをするかもわからないけども、うん、まあ突拍子のないことはね、しないようにしておかないと。そうですよね、はい、まあ、去年もねちょっとエラーっていうのは結局阪神多かったことになっちゃいましたけども、いや多いんだよ、毎年多いんだよ、うん、去年やっぱりやっと勝てたのはプラスアルファやっぱりそのピッチャーがもうさらに盤石だったりとか、まあ、そうだね、ピッチャーが、ね、うん、抑えるからそのエラーがね目立たなかったとか、はいはい、まあ、そういうこともある。そうですよね、ただやっぱり去年と同じ戦い方じゃ岡田監督は勝てないと、優勝はできないとおっしゃってる通り、やっぱりね変えていかないと、もっと状態上げていかないと今年は混戦セリーグなので、いや今年はね変えていかなくても、うん、去年ぐらい戦えたら楽勝で優勝する。そうなんですよね、うん、だからそんなねそうか、こんな突っ張らなくて去年ぐらいやってくれたら、はい、絶対優勝するよ。ということは去年ぐらいできてないっていう、全くできてないんだ。そうですよね、阪神が強いと思ったのはゴールデンウィーク前に何連勝がした数試合しか感じてないから、あとはやっぱ今年阪神どうしちゃったのみたいな。そうか、全然弱いと思う、まあ、去年のぶっちぎりの時というじゃあ広島が強いかって言ったら、いや全然強いとも感じないし、うん、中日は強いって感じたよね、春先だけ。ああ、春先だけ。いやだからみんなそうなんだよ。そうなんですよ。そんな強く感じないから、うん、ここから強さを見せたチームがやっぱり優勝していく。そこがキーですよね。そうだからもうエラーなんかね、うん、まあ、やることはもう仕方ないから、うん、もうとにかくチームの強さを出していかない。そこですよね。そこそこ。いやでもね、でも、まあ、それがあるからなのか、今年はやっぱりセリーグが非常に面白いっていうのがワードでも飛び交ってて、おそらく最後の最後までなんか混戦でいくのかな、ね、もしくはここからやっぱりきっちり強くなっていくチームなどが、はい、や上位に抜けてくるのかなとか。まあまあそうだな、うん。そういう戦い方、あとはミスしないとか。まあそうだな、うん、まあミスはつきもんだからね、うん、まあこれはあれだけども、今年はその欠点を直すというよりも自分たちの強さを前面に出して戦えるチームが行くのかなっていうの感じがするよ。だから去年とはまた全然様子は違うということですね。まあまあそうだね、はい、わかりました、はい、じゃあちょっとここからのね戦い方も6チーム楽しみにしたいですね。そうですね、はい、はい。